制作してました。ハンバッカー2つになります。まあ、切れもありながらちょっと温かい感じという感じで巻いてます。はい。で、リアの方はフェンダーピッチということで、ポールトゥポールのところを53ミリにしてます。フロントはですね、イブソンのオールドタイプということで49.2ミリで作ってます。はい。で、ギター自体はストラトのフェンダージャパンのやつのものになっていて、JV シリアルなんで結構前のやつですね。こんな感じになってます。はい、見えますかね。フロントのクリーンからですね。サンボロみたいな感じということで、少し作ってみました。セッティングで、フロントセッティングで、80年代ロック的な感じで作ってます。